まあ、5年ぐらい住んでみてアウトドア推進員、例えばドラえもんみたいな、八竹博臣です。福岡県出身で、5年前に元山町に移住しました。アウトドアの複合施設で、ガイドをしたり運営に携わっております。もともと福岡県で料理人をしていて、で、それを辞めてしまった後に群馬でスノーボードのスキー場で働いていて、で、その後に四国でラフティングガイドをするっていう生活をしていた後に、元山町で協力隊の、まあ、アウトドア推進委員っていうような協力隊の募集があったので、ラフティングガイドをしていた場所でもあったので、つながりがあって応募をしました。移住者にあったかい、本当にあったかい地域だと感じていて、でそのエピソードとしては、雨になる日に洗濯物を干していたことがあって、で後日地域の人がそのことをちょっと気にかけてくれていて話してくれたことがあったんですけど、以前そんな風にこっちに移住して住んでいた人が、雨降る日に洗濯物を干してた時に地域の人が取り込んで、ただそれがあんまりよくは感じなくて、他の地域にそういったこともきっかけで他の地域に行っちゃったっていうようなことがあったから、今回取り込んだりはしなかったんだよっていうようなことを地域の方からおっしゃっていただいたことがあって、そのエピソードを聞いて、この地域の人も僕ら移住者のことを気にしてくれながら、考えてくれながら暮らしているんだなっていうのを感じて、本当にいいところだなっていうのは思いました。5年ぐらい住んでみて感じるのは、移住して楽しく暮らせてる人の中で地域とすごい関わりを持ててる人っていうのは、例えばドラえもんみたいな形でもうスキルをいっぱい持ってて、でそのスキルをありきでその地域の人たちがこういうのお願いします、こういうのどうかなっていう頼ってきて地域と関係性を築くパターン、タイプの人が一タイプあるなっていうのと、もう一タイプがのび太くんみたいな形で地域の人にどんどん頼っていって、こういうのできないですかねとか、こういう困ったことがあるんですけどちょっと一緒に直してくれませんかとかいう、僕が完全にそのタイプなんですけど、いつの間にか地域の人と、知ってる人が多くなっているっていう、この2パターンかなっていうのが思っているので、特別すごいスキルがなくてもハードルそんなに高く移住っていうのはできるんじゃないかなって思ってます。